太田博則君。皆様こんにちは。公明党太田博之でございます。9月定例会一般質問初日午後1の登壇をさせていただきました。毎回のことですが、この登壇の機会を与えていただきました市民の皆様並びに関係各位に心から感謝申し上げます。それでは通告に従い順次質問させていただきます。大項目1、100円バス、すなわち八代市市街地循環バスについて、昨年の12月定例会に同様の質問をしております。この9月末で100円バス3路線が本格導入後ちょうど1年を迎えます。そこで小項目1、導入経過1年の利用状況はどうなっているでしょうか。皆夢町バスの各路線ごとの利用者実績についてお尋ねいたします。次に小項目に、秘書問題の認識と対策実績について、運行当初数々の喜びの声の中、市民の皆様から数々の問題指摘も上がりました。そのうちの大半が海の苦しみといいますか、不慣れによる分かりづらさも多分に影響していたと思います。そこでこの1年間の中で市担当部局としてこのような問題をどのように認識され、その対策を講じてこられてきたのか、その内容と対応実績についてお聞かせください。小項目3、市内バス路線再編問題解消策について、八代市街地循環バスの運行により市全体のバス路線再編にも影響が出ており、各定例会ごとに必ずバス再編問題が取り上げられてきております。私は遠隔地にお住まいの方々の不便さを新たに創出してしまった背景には、さまざまな大変な難しい理由があると認識はしております。そこで小項目に、同様の視点で市全体の路線バス再編に関する解消策の実績や今後について、以上3項目を担当部長よりお聞かせください。大項目に、公共施設におけるインターネット整備の強化について、インターネットは今や私たちの生活ビジネスに欠かせないものと定着しています。インターネット白書2010では、この1年でパソコン携帯電話に加え、スマートフォンや電子書籍リーダー iPad など新しいデバイスが次々に登場し、利用傾向が大きく変わろうとしています。またツイッターなど新たなソーシャルメディアの急成長やサービスのクラウド化など、通信デバイスコンテンツを含めた構造変化も起きています。さらに昨年4月、総務省がまとめたインターネットの利用者数は前年から317万人増えて9408万人になり、人口普及率は前年比 2.7 ポイント増の 78% に達しました。ネットの個人利用では60歳以上の世代の伸びが著しく、特に65歳から69歳では同 20.4% 増の 58% と大きく増加し、平均でこの年代のお二人にお一人はインターネットを利用される時代になってまいりました。そこでこのような状況を踏まえ、小項目1、現状認識と強化策についてお尋ねいたします。地元の校区の公民館の集会室や会議室、または厚生会館の集会室などを利用される企業関係や市民グループなど、多くの市民の皆様がおられると思います。しかしながら、いざインターネットを見ようとノート型パソコンを持ち込んでも、なかなかネットの接続のできる環境にはありません。各公共施設の事務所のパソコンでしかネットが見られないのが実情であると思います。そこで私は、その会議室内でネットがつながることができるなら、即座にさまざまな情報入手ができ、またパソコン画面を直接プロジェクターなどで映し出すことができるなら、出席者全員の情報の共有化が図られ、会合や会議の質全体が変わってくると思います。
そして何よりも各公共施設の利用価値が高まるのではないでしょうか。無線LAN用のアンテナ設置か LAN ケーブル式など、その部屋の状況に応じてのやり方はあると思いますが、まずは各会議室レベルでのインターネット接続を可能にしてはいかがかと思いますが、その現在の設置状況を踏まえ、それぞれの公共施設の会議室レベルでのインターネット整備の強化策について担当部長にお尋ねいたします。大項目3、認知症施策総合推進事業について、本定例会9月補正予算民生費の中に認知症施策総合推進事業として約600万円が国庫支出金 100% で組み込まれています。そこで小項目1、その事業内容の詳細についてお尋ねいたします。次に小項目2、認知症高齢者徘徊事故防止対策について、認知症は65歳以上になると10人に1人は発症すると言われるほど高齢者に多い病気ですが、最近は18歳から64歳の若年アルツハイマー型の認知症が正確な統計ではないとされながらも10万人はいると言われ、極端な言い方をすればどんな年齢でも起こりうるとされています。高齢者認知症の 50% はアルツハイマー型、20% が脳血管性、もう 20% がレビー個体型に分類され、薬は症状を遅らせるだけで不治の病の一つとされています。また高齢者認知症徘徊による死亡事故や行方不明者が増加し、社会問題視されております。この徘徊事故を防ぐためには、同居のご家族のみならず地域ぐるみで発見保護できる体制を確立することが認知症高齢者の事故を未然に防ぐ有効手段の一つと考えます。そこで本市におきまして、認知症高齢者徘徊事故の防止策としてどのようなものがあるか担当部長よりお聞かせください。以上、壇上での質問終わり、再質問は発言者席より行います。中原企画戦略部長。こんにちは。ご質問の1項目目、100円バス、八曽市市街地循環バスについてお答えをいたします。まず1点目の循環バス導入後の利用状況についてでございますが、この100円バスにつきましては、昨年10月のバス路線再編の際、市街地において移動する際の利便性向上とバスの利用促進を図るため導入いたしたもので、市内の主要施設を通過し、1乗車につきワンコイン100円で乗れる循環バスを3路線設定し運行いたしております。その3路線は修学館高校、市民球場、イオン八代等を経由して循環する町バス、八代駅、新八代駅、労災病院、イオン八代等を経由して循環するミナバス、八代駅、麦島、八代山中、夢タウン等を経由して循環する夢バスでございまして、それぞれの利用状況は、運行開始の平成22年10月から平成23年7月までの10ヶ月間の実績で、町バス18,534人、ミナバス111,144人、夢バス58,799人でございます。続きまして2点目、循環バスに対する諸問題の認識とその対策についてでございます。路線再編後、利用者の方々からいろいろな問題点や要望が市やバス事業者に対して寄せられておりますが、その多くは乗り方や乗り継ぎがわからないといったお尋ねでございます。そのお尋ねの頻度も週に 1,2 件ございまして、本市といたしましても乗られる方の移動目的に合わせました毎時刻表を作成し、目的地までの行き方、料金、バス停の位置などを調べてご自宅にお届けしたり、電話でご案内いたしたりしております。さらには
乗り継ぎが発生して不便になったという苦情が出ておりましたが、二見方面から高田小学校前を経由する君ヶ淵線については午前中と午後の便1便は車内で一度整線していただくと安路駅で降りずに市役所までそのまま乗ってきていただけるような見直しも一部なされているところでございます。また各バス停の名称で地名、町名や旧施設名などが使ってあり分かりづらいという問題点もありますので、バス事業者が年に1回程度名称見直しを検討される際にそれらの修正を働きかけていくこととしております。続きまして3点目、バス路線再編から1年経過後の今後の問題解消策についてでございますが、先ほど2点目のご質問の中で利用者の方々からの要望の多くは乗り継ぎの問題であるとお答えいたしましたが、いくつかの路線では郊外から市内中心部へ行く場合、市内にある結節拠点、いわゆる八代駅や労災病院など乗り継ぎ場で乗り換えなければならない状況でございます。これは特に重要な問題であると考えております。その他利用者の方々からの苦情要望に対しましても、その問題解消できるよう共通認識の上、本市とバス事業者との間で頻繁に協議を行っております。昨年10月のバス路線再編から今月末で1年間が経過をいたします。11月末ごろバス事業者への補助金額が再編でどう変わったのかというデータが出てまいりますので、その状況を見ながら乗り継ぎ解消のための路線の延伸、またバス等が走っていない公共交通空白地域への新路線の導入なども含めて利便性の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。以上お答えといたします。太田博則君。はい、3項目続けて、ご答弁いただきましたので一つ一つ確認をさせていただきます。まず利用者状況です。みな夢待ちバス、この10ヶ月ですね、1年経たないとということで2ヶ月分はどうしてもデータが出てこないということで7月までの、お答えがありました。みなバスが111,144人、夢バス 58,799 人、町バス18,534人ということで、各路線によってこの乗車数だけを比較するとですね、いろいろばらつきがあると思いますが、実は担当課から答弁の資料をいただきまして比較をしてみました。一番大事なのは運行当初の10月からですね、7月は夢バスだけでしたから、7月からこの10月から7月までのデータ、これがどう変化したのか。当然増減はあると思うんですが、最新の7月を運行当初の最新の 10月を運行当初の7月、運行当初の10月を7月のデータで見てみますと、町バスがですね1911名が2042名、ミナバスが1126名が12,819名、夢バスが6202名が6400名、ちなみに夢バスはですね運行当初4882名ということで、すべて3路線がですね増減はあったにしても最終的には増えていると、最初始めた頃から増えているという答えがここにあるということを私は言いたかったんで、この人数だけ聞いてもですねなかなか把握しにくいと思いましたんで今の資料を言わさせていただきました。苦情はあるにしても利用者数が増えているということでですね、そういうふうな判断ができると思います。次に2点目の諸問題に対しての対応実績についてですけれども、問題の多くは先ほど言いました分かりづらさから来るお尋ねが多いということでした。さらに頻度的には週に 1,2 件あっているということで、相談された方の移動目的に合わせた毎時刻表を作ってあげていると。私はですね、これ本当に担当課におかれましてはですね、電話で案内したり自宅に郵送したりということで、4月から新任されたばかり、引き継がれたばかりの企画制作課の皆さんはですね、私は頑張ってらっしゃるなというふうに思っております。
しかしですね、残念ながら一方では4月に引き継ぎがあったんで、前任者からの私は一生懸命ですね、地図を書いて空白6線であったり延長路線であったり、もうこういうふうにしてくださいということを言ってたんですが、事前協議の中で再度同じ説明をしなければいけなくなりました。例えば麦島工区であれば東公園までの延長線である、そして空白区域であれば、吉牟田町、今後の吉牟田町から上柳新町を抜けて八の字を通したらどうか、それから今はバスは内港までしか行ってない、外港はぜひバスを通すべきだというふうなですね、そういう話を改めてしなきゃいけなくなりました。どうかこの引き継ぎですね、これは毎年4月あることですので、その辺はぜひ強化していただきたいというふうに要望しておきます。また積極的にですね、この今までの課題も含めてバス事業者にですね、アプローチをかけて実現に向けて頑張っていただきたいというふうに思います。次に3点目、これはバス路線再編問題の一つであります君ヶ淵線、これは乗り継ぎ不便として私も日名郡二見地域の方から非常にですね、苦情をいただきました。まあ一つの対策として午前午後の1便ずつを車内生産するというですね、努力対策をやられております。しかしこれがなかなかまだ表に伝わってない、逆にですね、そのことが余計複雑になっていきはしないかというその心配がありますが、丁寧にですね、このバス路線再編問題は一筋縄ではいかない、もう本当に重々分かっております。ただ一つ一つできることから知恵を絞っていただいてですね、スピード感を持って対策を講じていただくようお願いをしておきます。そこで再質問させていただきます。この市内路線バス再編問題の各定例会ごとに各議員さんが一生懸命問題提起をされております。必ず最後は地域公共交通会議に諮るという言葉が歴代の担当部長から口から出ております。この約1年間における地域公共交通会議の決定内容と今後の対応策について、長原企画戦略部長よろしくお願いいたします。以上、長原企画戦略部長。はい、次席よりお答えをさせていただきます。安曽地域公共交通会議のこれまでの検討状況と今後の対応についてでございますが、安曽地域公共交通会議ではこれまでバス路線再編にかかる協議を行ってまいりました。本会議は道路運送法に位置づけられた組織で、バス事業者、国、県、警察、道路管理者、地域住民の代表者など計25名で構成されたものでございます。平成21年5月を第1回目として、昨年10月の再編開始まで計6回の会議を開催いたしておりまして、その中で再編の方針、循環バス、乗り合いタクシーの導入、運行経路等の協議を重ねてまいりました。再編後は九州新幹線開業に伴う JR ダイヤ改正に対応した路線バスのダイヤ修正、乗り合いタクシーの運行の変更などを行っております。本年度は委員の任期が満了し、9月1日から新たな委員でスタートいたしております。現在市やバス事業者にいろいろな要望等があっている状況でございますので、今後その要望の検証と補助金額のバランスを考えながら見直しを進めていく考えでございます。以上お答えといたします。太田博則君。はい、平成21年5月第1回を皮切りに、昨年10月までが6回と、再編後は基本的には本年の3月に1回だけということでですね、再編後が一番私は大変だと、その中でたまたまその4月の担当者の再編もありましたし、タイミング的にもあんまり良くなかったのかなという気はいたしますけれども、やはりいろんな問題提起をされた中でですね、都度公共交通会議に挙げていただきたかったなというふうに思っております。本年度委員の任期が9月1日から新たな委員でスタートされるということですのでですね、新たな気持ちで、スピード感を持ってですね、やっていただきたいというふうに思います。10月過ぎないと今度は予算といいますか経費的なものが見えてこないということでございます。なかなかこれはですね、結果、目標に対しての結果というのは11月、もう最後は11月にしか分からないのかなということで、その
結果を見てですね判断をしなきゃいけないですけれども、ぜひ定期的なですね、運営開催をお願いしたいというふうに思います。それでは最後に市長にお尋ねいたします。この市街地循環バス、いわゆるこの100円バス、賛否両論はあるにせよ、この2年間福島市長のですね姿勢の中で本当にバス事業はまさに殻を破る事業だったのではないかと私は思います。市民の皆さんにも本当に目に見える事業ではないかなというふうに捉えますけれども、約1年を迎える今、利用状況についてはですね、先ほど結果がありました、それから問題等も押し述べましたが、皆様は少しずつですね慣れてこられたんじゃないかなと私は思っております。市長のこの100円バスを含めたこのバス事業再編と今後について所見をお聞かせください。市長福島和俊君。今、詳しくは部長から答弁がございましたが、すでに、今月末で、1年が経過しようとしております。この再編は市民の交通手段の確保と運行経費節減との両方を考慮して、市民の方々また各地区各校区の方々のご意見を聞きながら安代市地域公共交通会議にて共有を重ねてきたものであります。その中で今もう申し上げました通り、循環バスについては乗客も多く概ねの評価をいただいているようでございます。とはいえ、よくあちこちで耳にしますのは、なぜうちの町からバスが消えたんだ、なぜ郊外からの乗り継ぎが悪くなったんだ、なぜ市内の中心部に直接行けないんだと、また乗り合いタクシーがあっても、事前予約など制限があり使い勝手が大変悪いと、こうしたご不満をお持ちの皆様方のご意見をどう解消していくかが今後の課題であります。今後費用対効果を見極めながら各地区代表の皆さん方を含めた地域公共交通会議、これに諮りながら改善に向け検討を重ねていきたいと思います。太田博則君。はい。市長の皆様の苦情の方にですね重きを置かれていると今の答弁で分かりました。最後に要望をしておきたいと思います。このバス再編のいいところ悪いところをですね一番分かってらっしゃるのはどなたかというと、私はバスの運転手さんじゃないかなというふうに思うんですね。ですからどうかバス事業者にご協力いただくことも一つでしょうけれども、市の職員の皆様にもお願いしたいんですが、自らですねアンケートを取るなり、もう生の声をですねバスの運転手さんに聞いていただいてですね、そこから出てくる改善策もいろいろあると思いますので、どうかこのことを強く訴えさせていただきましてですね、この項を終わりたいというふうに思います。次お願いいたします。長原企画戦略部長。はい。ご質問の2項目目、公共施設におけるインターネット整備の状況についてお答えいたします。本市の公共施設にある会議室や研修室において一般の利用者がインターネットを利用できるのは安代ハーモニーホールのみでございます。安代ハーモニーホールでは会議室等の申し込みの際にインターネットの利用を申請いただければ有料とはなりますが利用することが可能でございます。また公民館や出張所などの会議室におきましては、必要があれば各施設の事務室からLANケーブルを引いてきて、安代地域イントラネットを利用してインターネットに接続することができます。しかしながら、施設としてインターネットを自由に利用する設備は整っておりません。現状では、利用者がお持ちの多機能携帯情報端末を介してインターネット接続をされているとお聞きをいたしております。これまで公民館、出張所などの会議室の利用者から
インターネット利用に関するご要望等は あっておらず、県内においても同様の事例がないところではございますが、近年のインターネットの普及状況を考えると、検討の必要性は感じているところでございます。次に、今後のインターネット整備の方法、強化策についてでございますが、現在、本市の公共施設は公民館等も含め、安郎地域イントラネットの回線で結ばれておりますので、これを利用してインターネットを整備することは、技術的には可能でございます。具体的には、例といたしましては、各施設に無線 LAN の機器を設置し、無線を介してインターネットに接続する方法や、会議室にインターネット回線を直接引き込む方法などでございます。しかしながら、いずれの場合も機器の設置や施設の改修、プロバイダ利用料、ウイルス等のセキュリティ対策など、クリアしなければならない課題もございます。そこで、公共施設のインターネット整備につきましては、今後総合的に検証してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。太田博之君。はい、八代市の各公共施設には八代地域イントラネットの回線が来ている、そこから各部屋部屋へのインターネット整備は技術的には可能である、今後総合的に検証していくということで理解をしたいと思います。ただ、もっと具体的に活用例をですね、挙げさせていただきますと、先ほど65歳から69歳の方々のインターネット人口が増えていると私は紹介しました。例えば公民館利用状況を一つとってもですね、今は広告ごとの生き生きサロン、ここはどこの校区もとても活発に活動されていると思います。そういう時にですね、その部屋にインターネット接続ができるとして、パソコンからプロジェクターで映し出せるとしてですね、例えば八代市のホームページをですよ、パソコン参加者全員で見れるようにしてあげたらですね、どんなにいいだろうかなと思うんですね。例えばそこには防災マップは見れるわ、観光名所は見れるわ、農産物は見れるわ、はたまた大切な申請書類まで、確認できると、こんなさまざまな情報がですね、即座に入手できるものはないと思うんですね。それから市の出前講座にでもですよ、ホームページを映し出すことによっていろんなことが PR できるし、例えば市長が各校区と市長の飾る会でも同じだと思います。部長答弁の時にホームページでこんなのがあるんですよということも紹介できるというふうにも、とにかく私は情報提供の場が増えるんじゃないかなというふうに思います。また例えばお料理教室を開催されている料理教室が各公民館にもありますけれども、そこで簡単なですね、さまざまな個性あふれるレシピがあると思うんですね。そういうレシピも簡単に情報できる、そしてまた会社関係では難しい法律や難しい言葉を調べるときも即座に入手共有ができる、ご婦人方にも大変喜んでいただけるというふうに思うんです。そこで県内どこの自治体もですね、現段階では進んでないということでしたけれども、IT 事業推進のですね、本市はぜひにですね、前向きに取り組んでいただくよう提案をしておきます。そこで1点だけ質問をさせていただきます。各会議室などインターネットを接続できるのはありがたいのですが、さらに先ほど情報の共有化として欠かせないのがパソコン画面を映し出すプロジェクター。そして例えば白壁がないときにはどうしてもスクリーンをですね、出さないといけないと思うんですが、このパソコンとプロジェクターとスクリーン、これはもう3点セットでですね、ぜひ手軽に貸し出せるような、貸し出しができるような、今、ハーモニーホールで実はもう先を打ってやってるそうなんですけれども、年間150件ほどの貸し出しが合ってるという情報を得ております。ですから、ぜひですね、今はプロジェクターも安くなっておりますし、パソコンとセットでリース契約をすればですね、非常に安価に入手できるということでですね、ぜひともこの3点はセットとしてラインナップすることで会場利用者も大変助かると思うんですが、その考え方についてお尋ねいたします。長原企画戦略部長。はい、次席よりお答えをさせていただきます。
委員ご提案のとおり、公共施設の会議室等におきまして、市民がインターネットを利用できるようになれば、同じ会議室の誰もが情報にアクセスし、誰もがその場で調べ物等できるようになりますので、会議室の中での情報共有ツールも重要になるであろうと思われます。まあ、これらの備品の常備によりまして、施設利用者の利便性の向上のメリットは十分理解をするところでございます。まあ、今後、市民の需要を確認し、需要の高いところについては手立てが必要ではないかろうというふうに思いますので、十分検討させていただきたいと思います。太田博之君。はい、全部一遍にとは言いませんので、できるところから、まあ、利用頻度も含めてですね、利用の多いところからぜひですね、事業として、またはいろんな今後出てくるであろう補助事業があると思うんですよ。その辺もうまく活用されてですね、予算計上していただいて整備を実現していただきたいというふうに思います。午前中、実は教育施設はどうなのかということでですね、教育次長の鎌さんにお尋ねをいたしました。調べていただきまして、小中学校の本市の小中学校のパソコン教室がまず必ずあるということ、それから各教室には2台ほどインターネットが接続できるという状況をお聞きしました。ただプロジェクターはないようなことでしたので、これはプロジェクターがあれば教室の中でポーンとですね、映し出せることができますので、やはりパソコンだけではなく、インターネット接続だけではなく、やはり映し出せる、共有化できる画面が必要だということで、プロジェクターはぜひですね、一緒に合わせて整備していただければというふうに要望をして、この講を終わりたいと思います。次お願いいたします。上田健康福祉部長。こんにちは。議員ご質問の認知症施策総合推進事業についてお答えいたします。その前に、まず本市の認知症高齢者の状況につきましてご紹介いたしますと、本年7月末現在の介護保険の要介護認定者7528名のうち、認知機能の低下が見られる方は4145名いらっしゃいます。また6月に次期介護保険事業計画等を策定するために、地域ごとに無作為に抽出で実施した65歳以上の3000名の方へのアンケートの結果では、要介護認定等を受けていない高齢者の中でも約 7.8% の方に認知機能の低下が見られている状況でございます。このような現状を踏まえ、認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するため、医療、介護および生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成する必要がございます。このため市町村が実施主体となり、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関とのコーディネーター役としての認知症地域支援推進員を配置し、その推進員を中心として医療と介護の連携強化並びに地域における支援体制を構築する認知症施策総合推進事業が国において創設されたところでございます。ご質問の1点目、その事業の内容でございますが、大きく2つの事業を実施することになっております。1つ目は、認知症の人に対し状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センターや認知症疾患医療センター等の専門医療機関、また介護サービス従事者や認知症サポーターなど、地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るものでございます。その取り組み例といたしましては、認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう、関係機関へのつなぎや連絡調整の支援などがございます。2つ目は、認知症地域支援推進を中心に、地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業を実施するものであります。取り組み例といたしましては、
若年性認知症の人本人の状況に応じた適切な支援の検討及び実施のほか、支援する人材やサービス拠点を記した地域資源マップの作成、普及、更新などがあります。なお本市におきましては、平成21年度から2カ年にわたり認知症地域支援体制構築等推進事業を実施いたしております。これは地域において認知症高齢者等と家族を支えるために、地域住民への認知症の啓発理解促進、地域資源マップの作成、ネットワークの構築などに取り組むものでございます。主な実績といたしましては、2カ年で認知症サポーター養成講座を191回開催し、7380名の方にサポーターになっていただいているほか、認知症啓発講演会を2回開催いたしております。ちなみに平成19年度から先月末現在までの認知症サポーター養成講座受講者数は累計で1万167名となっており、本市人口の約 7.6% が受講者となっているところでございます。また地域包括支援センター朝日園におきましては、平成21年度から2カ年、県の委託を受け認知症対策連携強化事業を実施し、地域住民への認知症の啓発、認知症の早期発見予防に向けた取り組みなどを行っております。本年度国におきまして、認知症施策を効果的に展開できるよう事業の見直しが行われ、本市と朝日園でそれぞれ実施しました事業は今般の認知症施策総合推進事業に再編されております。お尋ねの2点目、認知症高齢者徘徊事故防止対策についてお答えいたします。本市では認知症高齢者徘徊事故防止対策の一環といたしまして、先ほど述べました認知症地域支援体制等、地域支援体制構築等推進事業におきまして、徘徊 SOS ネットワークを構築するとともに、高齢者事前登録制度を整備したところでございます。徘徊 SOS ネットワークは、行方不明となった高齢者を警察と連携し、ネットワーク協力機関である450カ所のコンビニや郵便局などの事業所、そして行政機関などが行方不明者の早期発見保護に協力するためのシステムでございます。これはご家族から警察署へネットワーク利用の申し出があれば、ご家族が希望するネットワークの協力機関地域へ行方不明者の情報が伝えられます。なお協力機関につきましては、実際の捜索活動には従事いたしませんが、日常業務の中で行方不明者の早期発見保護に協力をしていただくことになります。一方、事前登録制度は、徘徊の心配がある高齢者を家族などの希望により登録を行い、あらかじめ警察署や市などが情報を共有するものでございます。従いまして、行方不明となった場合には速やかに協力機関である事業所などに情報が提供されますので、早期発見保護に活用できるものと期待いたしております。なお本年2月には、地域住民の協力を得て仙町町において徘徊模擬訓練を実施し、情報伝達や声かけ、接し方などについての検証を行ったところであります。その中で、徘徊する方の気持ちが少し分かって今後の暮らしに役立ったという評価の一方で、声をかけてもらえなかった、関心を持ってもらえなかったという声もいただきましたので、認知症を正しく理解していただけるよう、広報媒体や研修会等を通じて周知啓発を行ってまいりたいと考えております。今後高齢化の進展による認知症高齢者の増加に伴い、徘徊高齢者も増えることが予測されますことから、本市といたしましては、引き続き高齢者事前登録制度や徘徊 SOS ネットワークの周知利用の促進に努めてまいります。あわせまして、高齢者の見守り活動を行っておられる民生委員、老人クラブのシルバーヘルパー、
あるいは校区福祉推進協議会のふれあい委員などの協力を得ながら徘徊高齢者の早期発見に努めることにより事故を未然に防止してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。太田博之君。はい、認知症高齢者の本市の状況として、まず本市の要介護者認定の7528名中、認知機能低下が見られる方が4145名おられるということが分かりました。結構高い数字だなというふうに思っております。また認知症施策総合推進事業には2つの推進事業があるということで、1つ目は認知症やその家族また地域においてその認知状態に応じた適切なサービスが受けられるような関係機関へのつなぎや連絡調整の支援、2つ目は認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業、具体的には支援する人材やサービス拠点を記した地域資源マップの作成普及更新、いずれにしても認知症やその家族の方々の支援に対しさらに手厚い支援が地域を挙げて強化されるというふうに私は理解をしたいというふうに思います。また特筆すべきことに本市においては平成21年から認知症地域支援体制等構築等推進事業の中でこの2カ年で認知症サポーター養成講座、これはびっくりしたんですけども191回開催、2380名のサポーターとして年2回認知症啓発講演会含め現在講座受講者11,167名、人口比 7.6% ということで非常にこの認知症サポーターについては市民の皆様の関心が高いんだなというふうに思っております。9月の広報誌にもですねこのことが載っております。また認知症高齢者徘徊防止対策、これは非常に全国的にもですね大変な悲惨な事故が起きておりまして、本市はすでにもう徘徊 SOS ネットワークが構築されて事前申請登録するようになっているということ、それからそのネットワークについては連携で協力機関450の事業所があると、で家族の希望があれば行方不明者の情報がその事業所に伝えられるシステムということで、これも家族にとりましてはですねいざという時本当に心強い限りだなというふうに感じたところでございます。また本年2月に仙町町で徘徊模擬訓練を実施されたりと関係部局事故防止に本当に努めておられるということがよく分かりました。徘徊模擬訓練、これは非常にですね素晴らしいというふうに思います。ぜひ他の校区でもですね実施していただくよう要望したいと思います。そこで、再質問をさせていただきます。先ほど本市に認知症サポーター養成講座受講者が1万人を超えておるということで、受講者には手にはめるオレンジのリングが渡されるそうです。よく私もつけている人を見かけます。以前私は市民救命士の話をして街角に市民救命士がうじゃうじゃいることがそのまま八代市が安全安心な街になるということを高齢者を見守る観点からも安心な街につながっていくという形の中でですね、この認知症サポーターの方がたくさんこの街にあふれ返っていると本当にその認知症家族にとってはありがたいもんだなと思うんですけれども、そこでこの認知症サポーター養成講座の状況を少し詳しくお聞かせください。どんな方が講座を受けておられますでしょうか。男女別、年代別、あるいは参加団体別など分かる範囲で教えていただきたいというふうに思います。上田健康福祉部長。自席から失礼いたします。先ほどお答えいたしました講座受講者累計11,167名で申し上げますと、まず認知症サポーターの男女別の割合でございますが、男性 39.8%、 女性 60.2% でおよそ4対6の割合となっております。次に年代別の割合でございますけれども、
70歳代以上が 27.6% で最も多く、次いで10歳代で 20.7%、 60歳代で 15.6% となっており、以上の3世代で全体の6割を超えております。他の世代は50歳代が 13.9%、 40歳代で 9.6%、 30歳代で 7.9% となっております。ちなみに最も少ない年代は20歳代で 5.4% となっております。最後に参加団体別の割合でございますけれども、最も多いのが地域住民で 53.8% と半数を占めており、学校が 22.8%、 企業・職域団体が 14.0%、 行政関係で 9.4% の順となっております。以上でございます。太田博則君。はい、詳細についてありがとうございました。まず男女比率では4対6で、女性男性も意外と頑張っておられる、特に男性の方がですね、頑張っておられるんだなというふうに思いました。それから年代別では驚いたのは70歳代が 27.6% ということでですね、非常に多いということ、関心が高いんだなと思いました。それから参加団体別では地域住民が半分以上ということで、やはりその地域にですね、高齢者の方が本当に意識を持って認知症に対しての意識が高いということが垣間見れると思います。それからまた10歳代、20歳代は残念ながら低くございますが、10歳代は多くですね、比率的に多い、それは学校教育が影響しているということで、学校教育の方でもこの認知症サポーター制度のこの力を入れておられるということが少し、垣間見れたというふうに思います。ぜひ今後ともこの認知症サポーター養成にはですね、力を入れて、頑張っていただきたいというふうに思います。それではもう一つ質問させていただきます。先ほど申しましたが、この認知症は若年も含め、いつ何時発症するかわからない怖い病気であります。本年2月には逆に医療的には画期的な朗報ですけども、これはサロンパスみたいにして薬が貼るだけでですね、認知症の進捗を進める、今までは飲み薬で非常に高齢者にとっては飲めない方もおられたという中で、簡単にシールを貼るですね、の特効薬ができました。しかし残念ながらこれは進捗を止める、進めるのを抑えるというだけでですね、まだまだ3年以上はですね、本格的なこの医療的にも突き詰めることは難しいとされております。この病気にかからないために本当に予防施策が大事だと思います。本市として予防施策として何か取り組んでおられる事業があれば教えてください。上田健康福祉部長。自責から失礼いたします。認知症の予防につきましては大きく3つの事業に取り組んでおります。まず介護予防教室でございますが、これは市内17の介護保険事業所に委託し、手足の運動や足指じゃんけん、そしてクイズの出題や音楽体操など脳の活性化等を目的として実施いたしております。次に生き生きサロン事業でございますが、これは社会福祉協議会へ委託し、地域の公民館等へにおいてボールを使った健康体操や折り紙、なぞなぞ、手芸などのレクリエーションを実施しておりますので、認知症予防にもつながっているものと考えております。さらには市の委託機関であります地域包括支援センターに設置し、介護予防教室や相談窓口等で利用しております物忘れ相談プログラムを活用した早期受診ケア事業でございます。これはアルツハイマー型認知症を発見するのに効果的であり、音声と映像を使った対話形式のもので、5つの質問に対して画面上のタッチパネルを触って答えるというゲーム感覚でできる簡単なものであります。15点満点で12点以下の場合に物忘れが始まっている可能性が疑われます。早めに相談、医師に相談してみましょうというメッセージを得点とともにプリントアウトし、医師への相談を促しています。
本日といたしましては引き続きこれらの事業を通して地域における認知症の予防、早期発見、早期対応の支援体制づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。太田博則君。はい、認知症予防として高齢者にとっては介護予防教室や生き生きサロンのカリキュラムの中にしっかり組み込まれていること、そしてもう一つは、物忘れ相談プログラムを活用した早期受診ケア事業があるということでした。特にアルツハイマーに効果のあるゲーム感覚で対話形式のタッチパネルの機会があるということで、こういう機会があることすら私はすいません知りませんでした。私も年々物忘れがひどくなっておりますので、なかなか名前が出てこないことがよくあります。一回私もこのタッチパネルでですね、なんとか12点以上はクリアしたいなと思うんですけども、今この機会は包括支援センターにおいてあるということでですね、部長は将来的には本庁に一番皆さんが利用しやすいところにということも聞いております。ぜひですね、1期とは言わずに2期3期いろんなところにですね、テストができるように、まあ、費用的なことがあるかと思いますが、ぜひ推し進めていただきたいというふうに思います。いずれも認知症問題に対しましては、私は今回の質問を通じまして、担当部局長寿支援課の職員の皆さんは地域や関係機関と連携しながら予防、早期発見、早期対応支援体制の強化にですね、取り組まれているということがよく分かりました。市民の皆様もこの認知症に対する関心の高さがあるということを勉強させていただきました。今後とも認知症に限らずお元気なお年寄りがたくさん増えることが、そのまま健康都市宣言にふさわしい街になっていくというふうに思いますので、どうか上田健康福祉部長をはじめ健康福祉部の皆様のご努力に敬意を表しながら、ますますの認知症患者に対する本市の支援体制の充実に期待をいたしまして、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。